ますます、不条とは、福岡県鎌市中駅にあった、日本の城である。影響年代、九州征伐の際に、大内森美が築城したと言われている。その後は、北海道と長崎海道を結ぶ長交通の、要衝である大熊に築城された、東条は争奪戦の的となり、永禄期には、毛利元成が領有し、城盤に杉忠重を置いた。 戦国時代末期には、古書山次郎を本拠とする秋月氏の史上の一つとなった。安土桃山時代、豊臣秀吉による九州の役天正15年で、秋月氏が敗れた後は、早川長政が常盤となったが、早川氏は、関ヶ原の戦いで西軍に就いたため、領地を召し上げられた。その後は、関ヶ原の戦いの功績により畜前国一国を、 与えられた黒田氏が、筑前六誕生の一つとして位置づけ、家臣を居城させた。一時、後藤元氏が上司を務めたが、慶長11年に元氏が出本した後、六誕生の一つであった、筑前国高取城より、法理多兵が移されたが、現長年に発布された一国一条令により、他の六誕生と共に廃城とされた。豊臣軍が九州征伐で、 秋月氏が守る岩石城をわずか1日で陥落させたことにより、秋月氏は東城を破却して、本拠の古書山城へ退却した。が、翌日の夜、古書山城から見下ろした大熊は、火の海であった。その上夜が明けると、ますます浮上は見事に修復されていた。実際は、火の海にもなっておらず、村人が一斉にかがり火を焚かせたものであり、 城も村人の障子などを張ったものであった。さらに、ますます不条に十分な水が溜まっているように見せかけるために白米を滝のごとく流させたという話が残っている。これに騙された秋月氏は繊維喪失し降伏した。なお、この作戦に協力した村人に豊臣秀吉は陣羽織を与え衛生具税を免除した。2、国の重要文化財指定。 上町区5日、チョーク3日、チョークが所有。保管はかましか保庁舎。ありがとうございます。